いや、私結構数々のホラゲやってきてるからな。言うてそんな怖がんないと思うよ。さっきもホラー映画見てたしね、普通にね。よし、やるか。まあ余裕ですからね、こういうのは。あ、不穏な音楽。わーい！ Hey, you. あー！みんな鼓膜のストックはあります？汚ねーし、広い。あー！何これ、汚い。わー！あー！え、生理？こういう時は走ったらいいんですよ。あー、まずいよ。絶対メンヘラ。ちょっと待って待って、意味が合わない、意味わかんない。はえ、待って、え、待って、え、何、あー、ちょっと待って。そんな怖くなくない、お化けのディティール。あー、ポルターしてら、サークル。あー、早足。あー、いる。てか、あの子背高いね。いいの見っけ。かなてこ。かなてこ？ああ、キモい。あ、ゲロ吐く。ああ、結構ゲロ吐いてスッといけるタイプの人だ。私ゲロ吐くと結構その場から動けなくなるよ。赤ゲロ吐いたね。誰ですか、あなた。変な形の人形。背面、どういうゲームなのこれ。エッチな、あれだよね。いや、ラムだったらくぐれる。出てき方キモ。やばい、バレたんじゃないこれ。やめて。あ、バレたー。バレなーい。やばい、来る。タイ人の男がよくつける魔術をかけた小さな鉄の守り。この守りは持ち主を被害から守り、女に魅力を感じさせる。この場で今モテたいとは思わん。早く。うわ。いい。あ、さっきの守りのおかげだ。あ、やばい。男だけぼかし入ってんのこれ、顔。AV じゃん。これほど鳥肌になるなんてないわ。私が見たのは一体何？それ、それて普通？ねえ、ジェン。翻訳よ。洗い物しなさいよ。超洗い物溜まってんだけど、カビてんじゃん、キモい。なんでこんなとこにジュースあんの？意味わかんない。うわぁ！ホワイトアウトした。おぉ。いいケツ。それをするといいことが起こる子もね。中までめちゃくちゃいい感じだったのに。怒る子もね。自分の部屋に自分の写真飾ってるの結構やばくない？あ、なんか暗くなっ、階段下やばいらしいな、あっこ。どこに繋がってんのか、また戻ってきちゃったよ。しかもさっきより劣化してない？悲鳴を使い回すなよ。わあ、こういうの嫌。暴走族の写真がある、怖い。タイの暴走族、怖い。ナイフは？あ！うわあ！あ！ああ、なにお前、勝手に食ってんじゃねえよ、人んちのものよ。あ！え！あ！発砲する。あ！なんだよー。おー、一回こけた。あ、ナイフくれ。あ、早い、音速歩行が。もしかしたら、は意味がわからん。いや、怖くないぞ。えーんってされた。えーん。殺され方が怖くない。ガキをよく知る。何それ。豪快。ガキをよく知る。うわ、ピチャイマナパイブーン。じゃあ、あのでっけえ骸骨はピチャイってこと？ピチャイマナパイブーンってこと？あいつ今日かわいいな。いつもかわいいんだよ。あ、おる。あいつピチャイマナパイブーンだ。あ、死んだ。あ、ピチャイがのそのそしてますわ。あー、
したらいいですかそれ。うわー、腹キモ。あ、口ちっちゃ。こうじゃん。やっぱりジェンはここにいる。必ず彼女を見つけよう。なんかもう翻訳のせいで全然怖くねえわ、このゲーム。めっちゃ損じゃね。おっと、怖くないです、それは。なに、もう閉めんなや。笑うなや。あ、議官の部長に承認された。イエーイ。次に提出する小説はきっと他よりも優れている。優れているの後の伸ばし棒がこううにょーのやつだ。びっくらこいた、びっくらこいた。ジェンがもしかしたら会いに行く人の連絡先。なんだよそれさ。なんなんだよそれ。もう怖くねえってだから翻訳のせいでよ。バタンと音がしたってことは相手いるー。あ、まぶしい。ティムティム、ティムティム、うわ、来た。おい、ジェーン、生理なら言ってくれよ。俺がナプキン買ってくるって言ったじゃねえかよ。開けたらダメな気がするな、これ。ここに一生いよっかな。あ、いや、もう嫌だ。リフォームされた。リフォームすんなよ、勝手に我が家を。うわ、ピチョピチョ。だから、ジェーン、言ったじゃないか。生理なら言ってくれ。俺がナプキンを買ってきてやるって言ったじゃねえか。ジェーンが好きなナプキンは22センチだろ。あ、ジョギングジェーン。よく見たら、その二人は可愛いね。てけ？てけ？てけってなんだよ。へけでもねえ。てけ。あー！目開きました。ジェーン？ジェーン！ジェーン、ウェイト！なんでホラー映画の女はみんなこう私を探さないでっていなくなるわけ？意味わかんないんだけど。ファック、ファック！錆びてしまった鍵。花粉症なのかな？錆びてしまった鍵です。一つ目の恋人のキレ写真。誰だお前！ああ、ガキだ。ああ！おい、おお、おお、おお、は、バレないの意味わかんな。あん、許された。ジェーン、だから言っただろ。生理だって言ってくれれば俺はすぐにでもタンポン買ってきたのに。漏れてしまったんなら勝たそうぜ。ああ、またジェーン、だから漏らすなって言ってんだろ。言ってくれって、買ってくるからコンビニで。サラサーティーでいいか。なんでこんなとこにろうそくですか。汚い。おお、なんでこんなところに神様ですか。汚ねえです。字です、これ。先生、字がいます。でもたまにあるよね、これ、蓋がさ、閉まってんの分からずにさ、その上に乗ってさ、おしこしちゃうことない。私めっちゃあるんだけど。3回ぐらいある。座ろうとしてると同時におしこ出してんのかな。よくないね。あ、デスストランディングが始まった。あ、だから生理の時は言ってって貸すから。家にあるから、めっちゃ生理用品。すげえ勢いでドア開けたやん。ハルクかこいつ。もう幽霊の概念超えてるこれ。目合ってる。マジしつけ、あのクソマー。やってやんよこっちとら。
お化けを呼ぶせ、呼びたくないです。周りの幽霊を近くに呼んでくるので、する人。どういうこと？わかんない。する人。あ！あいつなんなん、マジで。てる。あはははアホガール、あっこに見て、めっちゃ閃光見てるこいつアホだ、かわいい。ああ、やった、かなてこだ。あっ、おお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 おあえ、待って待って、さあ来いよメンヘラ、隠れてやるよ、どこまでも。あっ、あっひぃ、うっ、まこ、ラブ、うわー、シャクシュミー、オーマイガー、頼む、許してくれー。いやー、ペペ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 、あ、絶対に目があった。集中集中。あ、まずいです。あ、おお、割れてないよ。おお、トイレまみれだな、この建物。トイレしかねえや。11201号室の鍵。いや。これ終わりじゃね？なに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 ？うわあ。え？死んだ。は？意味がわからない。誘拐お化け。お、あ、誘拐されましたサワディ、こんにちはだね。サーディか。なに、なんかある。あ、尿でした。大変不快な思いをさせてしまい申し訳ございません。尿でした。プリケツなの受ける。バレるやろ、バレるて。マジムカつく。怖い怖い、ごめんね。怖い時は左上を見てね。オッケーオッケーオッケー、ワープワープワープ、ワープねー。こっち向いて、あ動きがゴールネックスなんだけど、裏じゃないよって言ってる時の動き、やめてくんない。あシュート、わわわわわわわ、あ、そういう自殺の方法、大胆。あ、え、そっちから行ける系女子。さあ、まあ味噌漬け、たくあんポリポリやな、これは。ごめん、マジで脳筋だわ、ラム。どっからですか、これ。あのは。ねえ、もうマジで腹立つ、ここ次で決めるぞ。あ、終わった。ねえ、もう本当にやだ、もうやめるもうラム寝る。もうこのゲーム面白くない。もうちょいで終わる？もしかしてこのゲーム。おい、なんでだよ、当たれ聖水にバカ。キャリーやん。あ、キャリーだー、完全に。もしかしてこれが恋人？早めにここから出よう。意味がわからん。何？知らんて。勝手にやっとけ。恋愛ごっこ。長くね？進めてるこれ。え？長くね？
なんかこれループしてます？待って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 、長すぎる。こんな進むの？戻る一回。あ、長っ。焦るわ。わあ、すごい器用。よし、これだね。何か役に立つかも。うわ、え、あ、ジェーンしてんじゃないこれ。手が女の人っぽいもんね。お、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 誰だ貴様。あそこに虫がいるってことね。虫を、うわ、ん、誰？神っぽ。あいつ神だよ多分。頭投げし。あ、神来たこれ。じゃマネキンやめてくんない？あー、もうそういうのやだ。もう本当にやめて。めっちゃ笑うんだけど神。でもさっき神踊ってたよね。割とさテンション上がってね神。バイブスは高めかもしれん。神あ、だいぶ上がってる。これは歌ってんもん。あ、神部屋っぽくねこれ。あ、神も扇風機とか使うんや。神、もう飽きたこのパート、さっさと出てきてくんない？あ、神の頭部。あ、神来た。意味がわからん。神やば、バリ切れてる。離れてと言ったんじゃん。あ、よよよ、その視点。To be continued on episode 2。 え、終わり？意味がわかんないっす。終わった。え、終わったんだけど。まあ、とりあえず3時半までかかっちゃいました。本当は今日サクッとホラゲーやった後にデドバー練習しようと思ったんだけど、思ったより時間かかった。いや、サクッとできるゲームかと思ったら結構長かったな。ということで、ありがとうございました。ほんじゃば。またな。お疲れい。おつらむ。